2021年3月のダイヤ改正で 1% 5K が定期運用から離脱しました。しかし何も別れだけではありません。踊り子のニューカマーである257にその思いが託されました。本日はせっかくなので品川から東京まで257の踊り子に乗ります。こちらは座席未指定券。空席があれば普通車の座席に座れる、事実上の自由席チケットです。ダイヤ改正で踊り子から自由席は消えちゃいましたからね。さて、青い特急がやってきました。こちらが 1%5系に代わり踊り子で主力となった E257系2000番台です。踊り子のイメージを 1%5系から一気に青に変えた存在、と思ってます。ちなみに本日は品川から東京まで乗ります。なぜそんな短期間で乗るかというと、純粋に気になったからです。なお品川から東京までの運賃は168円、特急券の運賃は760円です。つまりバカ企画です。というわけで品川から東京までの快適な旅を楽しみましょう。モケットも踊り子としての運用に合わせて青っぽいものに交換されています。予約されていないこの辺に座りましょうかね。よっこらショット。車体だけでなく車内にも青がそこかしこに用いられていますね。余談ですが、青は人間にとって時間を短く感じさせる効果があるそうで。でも果たしてそれが257踊り子の設計コンセプトと関係があるのかは、私にはわかりませんけどね。ここは3色 LED のままにしてるんですね。4打点チャイムも変わってないですね。乗車時間が短いのでパパッと紹介。窓側にはコンセントが後付けされました。一つしかないので譲り合いましょう。テーブルには踊り子に新しく導入されたスワローサービスについての案内。ランプが赤なら空席、木なら先の停車駅で予約済み、緑ならすでに予約済み、です。座席未指定券の場合はランプが赤のところに座っておくのが安心です。黄色になった場合は他の赤の席を探すかあるいは立つかなど、対処しましょう。ちなみに踊り子にはもう自由席はありません。オール指定席です。なおこの新制度に慣れておらず、車掌さんに尋ねている方もいました。ちゃんと普及するまではまだもう少し時間がかかりそうですね。テーブルはそこそこ大きめです。ノーパソも難なく置けそうですね。Wi-Fi ありませんけど。1%5系にはなかったカップホルダーもついています。そしてネットには257の宣伝が、設備は 1%5系より良くなりましたが座席は特急にしては少々硬いです。あと細かく見ると改造の荒が目立ちます。デビュー当初はこれが叩かれてましたね。ところで、車椅子スペース用に、一人掛けになっている場所もあります。車椅子固定ベルトも装備されていますね。トイレコーナー、押しボタン式になっています。257500番台と雰囲気が似ていますね。こちらはバリアフリー対応みたいですけれどね。特に用はないのですぐ閉めます。おや、ここに新聞、雑誌専用のゴミ箱があるんですね。間違っても257の宣伝のあれをあそこに捨てちゃダメですからね。左側に気になる部屋を発見。どうやら多目的室らしいです。明らかに誰もいなさそうなのに外出になってたのはちょっと気になりますが、いい発見でしたね。さて、さっきどの辺に座ってましたっけ？事実上の自由席切符とはいえ、実際に操作してる分にはここの塗装ハゲはあまり気になりません。リクライニングは E2K みたいな操作感でしたね。これはこれでなかなかいい感じです。7分という短い乗車時間でも、完璧とは言えずともまあまあ紹介できましたね。そろそろ降りましょうか。手がやけにリアルですね。変にデフォルメされているよりかはこういうのの方が注意喚起に役立ちそうな気がします。というわけで東京到着。257踊り子にはまだまだ面白ポイントがあるので、今度はゆったりグリーン車にも乗ってみたいところです。さっきまで乗ってきた踊り子は回送列車になるそうです。前面 LED がバグってる気がするのはさておいて、特急湘南としての活躍を待っているようにも見えますね。3色 LED は変化なしですね。20年前の車両の割には劣化してない雰囲気ですね。新たに踊り子の顔となった257。今後、伊豆、湘南の名特急になったらいいですね。では、ご視聴ありがとうございました。